大石稔の医学神経内科画像診断正常の頭部 CT 画像です正常の頭部 CT 画像です MRI です T1 強調画像では髄液は黒く映り T2 強調画像では髄液は白く映ります頭部 CT で白く映る出血が 支障に見られます出血が比較に見られます脳質先破すると予後が悪いです出血が小脳に 見られます出血がきに見られます脳出血の MRI です頭部 CT で黒く うつる拘束が見られます脳拘束の内部に出血が起こることがあります頭部 CT で白くうつる出血が髄液空に 見られます脳血管撮影で動脈瘤が見られます左が単純 CT 右が造影 CT です造影剤増強効果 が見られます。脳血管撮影で動静脈畸形が見られます。左が単純 CT、右が造影 CT です。髄膜に接して腫瘍が見られます。 髄膜種の頭部 MRI です左が T1 強調画像中央がガドリニウム造影 T1 強調画像右が T2 強調画像です左が単純 CT 右が造影 CT です。中に脳う胞がある腫瘍が見られます。正常細胞種の頭部 MRI です。左が単純 CT。 右が造影 CT です。多形甲芽種が見られます。多形甲芽種の頭部 MRI 四上段です。多形甲芽種の頭部 MRI 状弾です左が単純 CT 右が造影 CT です聴神経障碍の頭部 MRI 水平弾です 小神経症種の頭部 MRI 肝臓団です頭部 MRI の T1 強調画像ガドリニウム造影 T1 強調画像 T2 強調画像ですガドリニウムで 造影される多数の腫瘍が見られます左が単純 CT 右が造営 CT です蜘蛛膜農法の頭部 MRI です 黒く映る三日月型の慢性硬膜下血腫が頭部 CT で見られます。白く映るレンズ型の急性硬膜外血腫が頭部 CT で見られます。 陥没骨折が頭部 CT で見られます正常圧水頭症の頭部 CT です頭部 MRI で小脳萎縮が 見られます急性・散在性脳脊髄炎の頭部 MRI です頸椎・単純 X 線撮影で甲状人体・国家症が見られます 抗重人体・国骨化症の頚椎 MRI です頚椎・椎間板ヘルニアの頚椎 MRI です頚椎症の頚椎 MRI 多発性硬化症のけ椎 MRI です腰椎椎間板ヘルニアの腰椎 MRI です 終わりです